さんこんにちは、ゲンジです。本日はこちらバチボコーンということで1000カラーコートをご用意いたしました。はい、というのもですね、春といったら薄手のコート非常にかっこよく映えるシーズンではあるんですが、ぜひおすすめしたいのがチェスターコート。こういったね、襟の形のコートではなくて1000カラーコート、こちらの画像のような襟ぐりがこうスーツっぽくなくちょこんちょこんとこう羽が生えたような襟のタイプのコートが非常におすすめなんですね。で、それがなぜおすすめなのかっていうお話や、どんな色を選ぶといいのか、そしてその1000カラーコートはどのように着回すといいのかっていうところまでも今日はご紹介していきたいと思います。ですので今日は1000カラーコートスペシャル動画でございます。ですので1000カラーコートまだ持ってないやって方だったりとか、もうすでに持ってるんだけどもコーディネートがわかんないっていう方、今回の動画は必見でございます。では早速いってみよう。はい、ということで本日は1000カラーコートスペシャル動画ということで、残り1週間2週間ぐらい経てば暖かくなってくるわけですよ。そこでぜひおすすめしたいのが、すぐにね暖かくなるので着られるシーズンとは限られてくるんですが、それでもやっぱりこういった薄手の1000カラーコートは春コーデではもうほんとぴったしなアイテムなんですよね。なのでそんな本日はその着回し方をご紹介したいと思います。で、その前に僕が以前してきた1000カラーのコーディネート集がこちらとか、あとはこちら。はい、そのようにですね、僕はものすごく1000カラーコートが好きなので、とことんいろんなコーディネート試してきたんですよし、いろんなね方のコーディネート見てきて、ああこういったコーディネート好きだなって、こういったコーディネートはよりモテコーデにつながるなとか考えて生きてきたので、そちらをですね皆さんに共有していきたいと思います。ということで早速ですね、選び方についてお話をしていきたいんですが、簡単です。いいですか。黒、ネイビー、ブラウン、ベージュのカラーを選びましょう。イエーイということで、カーキーもね非常におすすめなんですが、カーキーは他のアイテムに比べたら着回ししづらい部分もあるので、とりあえずはブラック、ネイビー、ブラウン、ベージュのものを選んでみてください。あとはグレーもおすすめなんですけども、かっこよく見えるのはこの4色でございます。それはなんでかというと、まず1000カラーコートって高いし着回せた方がいいじゃないですか。で、そうした時に今ご紹介した以外のカラーを選んでしまうと、どうしても登場頻度は低くなってしまったりとか、せっかく買ったコートなのに着回せないままこのシーズンが終わってしまうこともあり得るので、着回しをぜひ気にしていただきたいのと、あとはコートってね、そのコーディネートの中の印象をものすごく引っ張るアイテムなんですよ。もうコートが中心のコーディネートになるんですよ。で、そうした時にコートがすごくね派手なチェック柄だったりとか、コートがすごく奇抜なカラーだと、どうしても面積が大きいがゆえに印象がねものすごく寄っちゃうんですよね。もうブルーンと。なので1000カラーコートを着た際にはコートで個性を出すのではなく、個性を出したい場合はインナーの部分で個性を出したり、パンツのシルエットで個性を出していくのが非常におすすめでございます。で、今申し上げたカラーの中で優先順位どれなのっていう話になってくると思うのでご紹介すると、1位がベージュ、そして2位がブラック、そして3位がネイビー、そして4位がブラウンもしくはグレーでございます。はい、グレー諸事情で日付が変わりました。どうもゲンジでございます。ということで説明の続きをしていきたいんですが、なぜベージュ1位にさせていただいたかというと、秋でも1位のカラーはベージュになってくるんですけども、より春はですね色が鮮やかになり、どんどんこうカジュアルに着れるシーズンなんですね。で、アースカラーが非常にかっこよく見えてくるシーズンなんですよ。なのでどうせだったら冬とか冬入る前とかだったらね、黒とかこういったグレーのコートでもおすすめなんですが、それよりかは春の雰囲気に合ったこちらのベージュのコートを選んだ方がより季節性も捉えられているし、よりトレンド性も含まれているので非常におすすめなんですね。なんですがブラックを完全に否定しているわけではなくて、というのもチェスターコートでブラックってどうしてもね襟の主張が強いので、スーツの形がそのまま下が長くなったようなデザインじゃないですか。なのでチェスターコートで黒を選んでしまうと、どうしても切れ目が強い印象がなってしまうんですけども、オーバーサイズが流行ってない時代の写真なんですが、1000カラーであればチェスターコートよりもほんの少しカジュアルな雰囲気がプラスされているので、タイトめでなおかつブラックの1000カラーコートでも切れ目になりすぎないコーディネートが完成しているかと思います。そのようにですね、ブラックの1000カラーコートも非常におすすめでございます。ということでここからはですね、コーディネートの方法について皆さんにご紹介したいと思います。で、今回おしゃれに1000カラーコートをコーディネートするにあたって5つのポイントを皆さんに共有しちゃいたいと思います。イエーイということで、ポイント5つをお話しした後に、とはいえ何が合ってくるのと、どんなアイテムが相性いいのっていうのをですねバチボコをご紹介していくので、ぜひね最後までご覧いただければ1000カラーコートの全てが分かっちゃうので、ぜひ必見でございます。まずポイント1がスキニーパンツと合わせましょうっていう話です。まあ僕タイトめなねデニムを履いているんですが、こちらのコーディネートのようにやはりですねコートと合わせた際にスキニーパンツ合わせると V シルエットが完成して一気にスタイルがよく見えておしゃれに見えるんですよ。僕が人のことをおしゃれだなと思うにあたって超重要なのがスタイルがよく見えることなんです。身長はまあどうしても高い低いあると思うんですけども、全然高くなくてもしっかりと誰の目から見てもスタイルがよく見えるように着たら、それだけ胴体が短く見え足が長く見え自然とおしゃれに見えてくるんですよ。なので極力足は長く見せることを常に気にしてコーディネートを組んでみてください。なので言っちゃえばステンカラーコートとスキニーパンツさえ持っとけばおしゃれになれる、究極のこと言うとね。なので皆さんもうスキニーパンツ持ってるじゃないですか。なので今ね買い足すとしたらステンカラーコート非常におすすめでございます。そうした中で例えば黒スキニーはもちろんのこと、その他にもネイビーのデニムだったりとか色が明るめのねデニムとも合わせてもいいのかなと思います。はい、そしてポイント2がワイドパンツも合わせようということです。はい。というのもですね、ステンカラーコートとワイドパンツ非常に相性がいいんですね。で、今ですね、オーバーサイズ、ゆったりシルエットがですね、非常にトレンドでして、で、そうした中で、ステンカラーコートのロング丈のものとワイドパンツを合わせると、非常におしゃれなコーディネートが完成するんです。で、反対に言うとですね、膝よりも上の着丈のステンカラーコートを着た際は、ワイドパンツマジで危ないです。ワイドパンツ合わせると、サイズが非常に悪く見えてしまうので、着丈が短い際は、ワイドパンツ、なんなら合わせないでくださいって言ってもいいぐらいに、非常にこうスタイルちょっと悪く見えがちなので、コートの着丈が膝よりも下の場合は、ぜひね、積極的にワイドパンツと合わせると、トレンドのスタイルが実現できて、かっこよく見えますので、よかったらやってみてください。そうした時に、パンツの裾に関しては、ずるずる引きずらないような、すっきりとした裾のね、サイズ感がおすすめですので、そちらも意識してコーディネートしてみてください。そして、ポイント3が、カジュアルを足していこうでございます。というのもですね、無地のコートに、無地のニット、そして無地のパンツに革靴だと、今ですね、結構気軽に情報が手に入るために、それでもですね、おしゃれなんですが、ベーシックすぎる印象が、ここ最近増えてきました。ですので、ステンカラーコートを着た際には、パーカーと合わせて見えるだったりとか、あとは、ステンカラーコートは、ジャストサイズのものを選ぶのではなく、オーバーサイズのものを選び、そういった部分でカジュアルさを出していくだったり、あとは、細かい、こういったね、ガンクラブ柄のコートを選んでみるだったり、さらには合わせるパンツはデニムを選んでみたり、あとはまあ時にはスニーカーを合わせてみたり、ほんのりストリート感、ほんのりカジュアルさが感じられるぐらいのコーディネートにすると、非常にステンカラーコートのバランスが非常に良くなってきます。ステンカラーコートはそもそも綺麗めのアイテムです。で、何度も申し訳ないんですが、コーディネートで重要なのは中和でございます。綺麗めとカジュアルのバランスが非常に重要なんですね。で、綺麗めに寄りすぎたここら辺のねステンカラーコートを使ったコーディネートだと、どうしても量産型っていう風に見えてしまうので、ほんのりカジュアルめに持っていくぐらいの方がちょうどいいのかなって思います。そしてポイント4がモノトーンプラス一色を意識しようでございます。先ほどねカジュアルを足してくださいって話をしたので、例えばモノトーンでもカジュアルさ出していくことは全然可能で、例えばギンガムチェックシャツを着てみるとか、こちらの方のコーディネートのようにトラックパンツと合わせてみるとか、パーカーを黒にしてみるとか、あまり色がないタイプを選んでみるとかすると、アイテムの一点一点で見れば非常にデザインが施されたアイテムではあるけれども、モノトーンに固めることによってベージュのね線からコートを選んだ際にも非常にこうかっこよくおしゃれにきりとまとまりつつ、ちょっとだけ個性が出たコーディネートができるので、よかったらモノトーンプラス一色を気にしてみてください。そしてポイント5つ目がアースカラーも気にしてコーディネートしてみてください。というのも、先ほどはモノトーンのお話をしましたが、反対に次にお勧めしたいコーディネート方法がございまして、それがねアースカラーですね。というのも今僕はですねベージュのコートに水色のデニムを合わせています。なのでモノトーンプラス1色からは取れるんですが、アースカラーであれば2色使っちゃっていいんですよ。そうするとワンランク上のこなしが実現できるので、そういった部分でもモノトーンプラス1色が飽きてきたなとか方には、ぜひデニムと合わせるだったりとか、あとは中をベージュのものに変えてコーディネートを組んでみるだとか、非常にねこうどんどんステンカラーコートのコーディネートが楽しくなってきて、さらにおしゃれになってくるので、よかったらやってみてください。でですね、こっから相性のいいアイテムをバチココをご紹介していきたいと思います。7つですね。まず1つ目がチルデンニットでございます。今ですね、非常にトレンドとしてどんどん増えてきているし、着ている方も増えてきました。で、なぜチルデンニットがいいかというと、チルデンニットって非常にバランスがいいんですよね。なんか、やりすぎてない個性というか、非常にね、ステンカラーコートの首元までで止まってる襟に対して、ほんの少し下までデザインのある三角形が、この相性がめちゃくちゃいいんですよ。非常におすすめでございます。ます。あとは充電ニットって、このデザインの段階で派手なので、色はね、かなりベーシックなベージュだったり、ブラックだったり、そういったカラーが多いので、非常にそういった部分でも、派手になりすぎない程度にちょっと個性が出させるっていう部分で、非常におすすめでございます。はい。そして次がですね、パーカーでございます。パーカーがめちゃくちゃ相性がいいんですね。で、端色のなんか例えばオレンジも入れてもいいですし、今年だったらグリーンのパーカー入れちゃってもかっこいいと思います。はい。あとは王道ですが、グレーのパーカーと合わせると非常にかっこよくなるので、よかったら試してみてください。で、次にですね、デニムジャケット。デニムジャケットと、めちゃくちゃ相性がいいんだよね。というのも僕もですね、以前何度もやってますが、センカラーコートって言っちゃえば綺麗めのアイテムなんですよ。まあ、先ほども言いましたが。で、デニムジャケットはカジュアルなので、そことの中和はもう、しょっぱいもの食べた後に、甘いもの食べたら最高じゃないですか。それと一緒よ。一緒なのかな？そういったように、今デニムのパンツとセンカラーコートの相性がいいように、もう中の方でデニムジャケットをレイヤードさせるだけで、非常におしゃれな印象になります。し、あとは、わざわざデニムジャケット着なくでも出かけてられるじゃないですか。なのにもかかわらずデニムジャケットを着ちゃうという一歩先、ファッションに対して気を使ってるんだなっていうところだったりとか、あとは色の部分で先ほどのアースカラーとの組み合わせが一発でできるので、デニムジャケットと合わせるのはおすすめでございます。で、おすすめの相性とすれば、コートがベージュ、そしてデニムジャケットがネイビーっていうのが一番黄金バランスかなというふうに思います。はい、で次のアイテムがデニムパンツでございます。はい、まあ、こちらに関しては説明はもうしなくても分かると思うので割愛させていただきます。そして次も黒スキニーでございます。これもね、先ほど重複するので割愛するんですが、もう言わずもがなと思います。 V シルエットが完成してモノトーンのコーディネートもできるし、黒スキニーと合わせてデニムジャケット合わせてベージュのコート着れば、そこだけで先ほど言ったようなコーディネートも完成するので、ぜひ黒スキニーに合わせてみてください。はい、でこちらもですね、言わなくてもいいレベルなんですが、革靴ですね。革靴とセンカラーコートの相性がぐっそいいです。それ以上に相性がいいものが見つからないぐらいに、センカラーコートと革靴相性がいいので合わせてみてください。で、当然のごとくビジネス用の靴ではなくて、マーチのように先端が丸みを帯びたデザインだったりとか、ぜひね、反映させてみてください。そして最後なんですが、こちらはアイテムではなく、ちょっと着こなし方のご紹介なんですけども、首元のレイヤードとセンカラーコート、非常に相性がいいんですね。というのも、例えば中電ニット、先ほどご紹介しましたが、中電ニットの上にまたシャツを着てみたりとか、あとは純粋に無地のニットをそのまま着て、その上にセンカラーコートを着るのではなく、一番下にシャツを挟んでおくだけで、非常にこう首元のレイヤードが非常にバランスよく固めることができて、非常におすすめでございますが、あとは鉄板ではあるんですが、白のね、タートルネックのカットソーに分カラーシャツだったりとか、バンドカラーシャツを合わせて、その上に着れたったりとか、非常にそういった部分で首元のレイヤード非常におすすめでございます。例えばこの首元のレイヤードをした時に、上から MA1 でもまあかっこよくなることはあるんですけども、MA1 よりかはセンカラーコートの方がよりこうちょっとこうクラシカルで綺麗めでモテコーデにつながるんですね。ですので、ぜひセンカラーコート着た際は首元のレイヤードを意識してコーディネートを組んでみてください。ということで本日はセンカラーコートのことについてバチボコにご紹介しました。もしね、もっと時間があれば実際に現地が3コーデぐらい着替えて、こんな感じでどうってやっていきたいんですが、それに関してはまたリクエストがあったらやっていきたいなというふうに思っております。で、こんな感じですね、アイテム集中型着こなし講座動画をまたやってほしいなと思ってくださる方は、ぜひね、高評価していただけると動画制作のモチベーションになりますので、ぜひよろしくお願いします。下のコメント欄にこんなアイテムの着こなし方知りたいよとかもしございましたら、そちらにもコメントの方でよろしくお願いします。では今回の動画少しも参考になったりいいなと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録と高評価のほどよろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。以上、現地の動画でした。ありがとうございました。